おはようございます。詩人で講演家の中井雄二です。今日はこの前の続きですね。こちら有名な本、加賀谷さんでね、加賀谷克実さんの本です。ディズニーランドが教えてくれたお客様を大切に思う気持ち、こちらは有名な素晴らしい本。こちらの続き、パート2ですね。パート2、続きをご案内させていきます。ここは本当に遊園地なの？私の初めての東京ディズニーランド訪問は午前10時頃だったでしょうか。まだオープンしたばかりで、そんなに混雑はしていないようです。私たち4人の小学6年生はドキドキワクワクで胸がはち切れそうです。入場券を握りしめ、いよいよ園内に入ります。すると入り口の改札にいたキャスト、各従業員ですね、のお兄さんが、私たちの顔をしっかりと見て満面の笑みで挨拶をしてくれたのです。こんにちは、ようこそ。私たちは無言のままただお辞儀をするだけでした。普段真正面から挨拶してくるなんて、いつも仲が良い友達か学校の先生だけです。小心者の私たちは見知らぬ人にとびっきりの明るい笑顔で挨拶されて、なんだか恥ずかしくなっていました。いよいよパークラインに入場し、私たちは最初のメインストリートであるお土産屋さんのエリア、ワールドバザールをパークの中心にあるシンデレラ城に向かって歩いていました。すると風船をたくさん持っているお姉さんが、こんにちは、いってらっしゃいと、また私たちに笑顔で手を振ってきます。こんにちは、いってらっしゃい。いつも近所のおばあさんに言われているのと同じだ。ここは本当に遊園地なのかな。乗り物の姿は見えないし、本当にジェットコースターはあるのかな。お兄さんもお姉さんもなんか優しく接してくれるし、変だな。そんな時、私にはなんだか違和感があったのを覚えています。いつも行ってる遊園地は、中に入ればすぐにジェットコースターが走っているのが見えるし、入り口の係の人がこんにちはなんて言ったりしない。それに僕たちは子供扱いする、危ないから下がってなんて怒られることもしばしばです。乗りたいのに動いていない乗り物も多く、係の人のいる小屋まで行って動かしてくださいと頼まないと出てくれないし、でもここはなんだか違う。小学生ながらそんなことを感じ、少し戸惑っていたのです。今でこそ全国各地に様々なテーマパークがあり、笑顔での接客や心のこもったおもてなしを受けるのが当たり前のようになってきましたが、今から約25年前、少なくとも東京ディズニーランドができる前までは、遊園地の従業員が笑顔でお客様に手を振るなんて誰も考えもしなかったサービスなんです。改札のお兄さんにしろ、風船の お兄さんにしろ、俺会ったことないよな、初対面だよな、なのにこんにちはって、なんかすごい笑ってたし、そんなことを思いながら歩いていると、友達が言いました。なんか俺ら偉くなったみたいな気分じゃね。友達もここまで、ここは今までと言っていた遊園地とは違うと感じているようでした。小学生の僕らもお客扱いしてくれる。さらにメインストリートを歩き、ちょうど真ん中ぐらいまで進んだところで、この後どこへ行こうかとガイドブックを開き、4人で覗き込みました。するとまたまた声をかけられます。こんにちは、何かお探しですか。今度はお掃除のお姉さんです。どこへ行っていいのかちょっとわからなくて。それなら私が園内を簡単に説明しましょう。ディズニーランドは5つのエリアに分かれていて、ここは18世紀のアメリカのエリア。お買い物をしたり食事ができますよ。その他に冒険の国、西部開拓時代の国、おとぎの国、未来の国があります。私のおすすめとしてぜひ乗ってもらいたいのは、お掃除のお姉さんの解説に続きます。ここまで園内に入ってたったの数分なのに、もう3人のキャストの子供だけで来ている私たちに声をかけてくれたのです。その上、私たちに対しても親切に丁寧に対応してくれます。いや、優しい。いつも行っている遊園地ではなんだか遊びに来た大人たちだけが お客様として対応されているようで、自分たちは子供はついでというか、いつも素っ気な対応を受けていました。自分たち子供はついでというか、そういう対応しか知らなかったので、
遊園地ではそれが当たり前だと思っていました。でもここは違う。小学生の僕らでは大人と同じようにお客様扱いをしてくれる。それに従業員さんがみんな優しくて楽しそうで元気いっぱいに仕事をしている。12歳の私はそこにいたくて感動したのです。素晴らしいディズニーラン、これはもう今すぐ行きたいですね。今すぐ、これ見ただけで、これ見たら今すぐ行きたいですね。まあまあ今ちょっとこれ的なあれもあるんですが、今すぐ行きたいです。素晴らしい。今の聞いてました？お掃除のお姉さんが喋り、おばちゃんが喋りかけてくれるんですよ。こんにちは、どこに行きますかと。ありえなくないですか？お掃除ですよ。普通はお掃除の、例えばいろんなところ僕もね、行きますけど、こんなお掃除の人が喋りかけてくれるなんてないですわ。ええ。これはやられましたね。接客、挨拶。僕は昔詩を書いて、挨拶とは愛の札束だ。それが挨拶って詩を僕は書いたんですが、まさに愛の札束、100万ドル的な。これはすごい。挨拶、こんにちは、頑張って、どこ行きますか、どうしました。こと細かに構ってくれる。ね、昨今でもね、隣に近所も知らない。あるいは、私は東京に住んでた時、隣近所の顔も知らない。ね、そういう現状の中で、こんにちはって笑顔でね、言ってくれることはなかなかないですわ。挨拶、これが基本であり究極じゃないですかね。明日から僕笑顔でおはようございますなんて言おう。結構僕はクールでとか言って、結構みんなから嫌われてきた。なんか素っ気なくない、なんか中さん挨拶してんの的なことをよく言われてたんですが、明日からこんにちはなんてこの言おう、もうすぐ思いましたね。ディズニーランド、これは早速会社の友達3人、よく僕は旅行部っていうのを作っていろんなとこ旅行行くんですけど、今度まあ大阪、あ、まあ8月は名古屋行くんですが、ちょっと優先順位変えてディズニーランド行っちゃおうかななんて思ってます。いや参りましたね。接客、さらに聞きましたが、大人じゃない子供だけですよ。子供だけに対して丁寧な接客、これです。どうしても人間じゃない、まあ、大人、子供をバカにする、あるいは子供を扱いするね、人としてあんまり見ない的な、なんていうか接客的に、親がいて初めていらっしゃいませ的な言うんですけど、子供にいらっしゃいませ、しっかり挨拶させる、これは生き残りのすごい勉強になるんじゃないですかね。これからの接客にをね、いろんな商売、接客、子供を大切にする。僕の尊敬する人なんでね、あの赤ちゃんに対してもあの尊敬してるっていうんですね。もうよろしくお願いします。なんかミキちゃんっていうの、ミキちゃんよろしくお願いします。もう60過ぎてるんですよ。その人はミキちゃんお願いします。頭下げる。ちょ待ってよ、お兄さんの、おじさん、なんであなたの方が先輩だし人生経験も豊富なのに、何頭下げてるんですかって僕言うんですけど、そしたらバカ野郎って怒るんですね僕に。全ての人は先生だ、全ての人は師匠だっていうことをよく言うんですね、おじさんは。要は子供からは感受性を学べ、子供からは、ね、柔軟性を学べ、子供からは行動力を学べ、学ぶことがいっぱいある、全て師匠だと。お年寄りからは経験を学べ、ね、若者からは行動力を学べ、ね、女性からは愛嬌を学べとか、いろ、もうとにかく全ての人間から接す、ね、学ぶことはあると。たとえ犯罪者だろうが、犯罪者からも学べることは必ずあると。逆のパターンね、
反面教師的なことでも あるんでしょう、いろんなこともあるんでしょうけど、全ての人から学べる。だからお前が偉そうな視点でした時点でアウト、ゲームセットとよく言われるんですが、全ての接している人から学べる。もう極論から言えば全ての生物、動物、植物からも学べる。お前次第だというんですね。これは今読んでまあ思い出しましたね。ディズニーランド、See you next time. バイバイ。